ルイ・フォンテの通称ラ・ボージョアールは、フランス・南都にあるスタジアム。FC ・南都が、ホームスタジアムとしている。1984年5月8日に開場され、最初の試合として、FC ・南都対ルーマニア代表の親善試合が、行われた。スタジアムには1969年から1986年まで、FC ・南都の会長を務めた。 ルイ・フォンテノーの名前が付けられた。以前の FC なんとは、スタッドマルセル・ソーパンでプレーしていた。会場当初の最大収容人数は52,923人だったが、1998年、フィファワールドカップに向けた、改築時に、立ち見席が撤去されて、全一席になったため、現在の最大収容人数は38,285人で、ある。スタジアムは、 サッカーのほかラグビーや音楽コンサートにも使用される。1984年 UEFA 欧州選手権では、グループリーグの2試合が行われた。1998年 FIFA フフワールドカップでは、日本代表対クロアチア代表など、グループリーグの5試合と、準々決勝のブラジル対デンマーク戦の、計6試合が行われた。2007年ラグビーワールドカップでは、 プールの3試合が行われた。ありがとうございます。